明らけです。今後はカメラ関係の小ネタもアップしていきます。今日はですね、そのカメラのバリアングル液晶が、まあ、個人的になんですけど、個人的にいかにムカつくかっていう、このバリアングル液晶、これがね、腹立つかっていうのをちょっとね、アップしますね。これいつも昆虫撮影に使ってるパナソニックの G8 です。レンズはシグマの105mm マクロレンズ、フォーサーズ用のレンズなんで、アダプターかませて、使ってるんですけど、マイヤルフォーカスでしか動きません。レンズそのものはオートフォーカスレンズなんですけど、このカメラの場合はマイヤルフォーカスでしか使えないんですけど、これがね、バリアングル液晶って、こう横に出てきて、向きを変えられるというタイプの液晶なんですけど、これね、こうダメなんですよ。で、これ使う前に使ってた、前虫撮セットと呼んでた、昆虫撮ってたやつなんですけど、これは初代 GX7 ですね。それにベンタックスの100マクロの古いやつです。に、これ宮本製作所のアダプターつけて、使ってました。これ古い100マクロなんで、あそこに絞りがカチカチカチって変えられるタイプですね。これはいわゆるチルト液晶なんですよ。こっちの方がね、全然使いやすいんですよ、昆虫撮影するのに。これはね、しかもね、ファインダーもチルトするんですよね。ミラーレスなんだからさ、ファインダーもチルトしろよって思いません？あそこにね、G8 なんかは昔のガラスプリズムファインダーみたいな感じで固定されてますけどね、ミラーレスなんだから動けばいいのに。あ、今ちょっとカメラの裏見せてましたけど、なんですか、3D プリンターで出した延長グリップです。その辺もそのうちリポートしたらいいのかな。市販品にないんでね、市販品でないものは作れみたいな。これがね、便利なんですよ、ファインダーが上向いて。で、絞りを。で、撮る手順としては絞りを決めて、ピントを適当な位置に合わせて、じわじわじわっとカメラをこう近づけていって、虫が、今逃げるんですけどね、撮るんですけど。まあ、で、バシバシバシッと連写ですね。で、ダーッと連写しといて、まあ、ピントが合ってるコマ、虫の動きがなんとなく止まってるコマを採用と。そういう手順なんです。まあこれ、マジ8にも延長グリップを 3D プリンターで出したものをつけて使ってますけど。これがね、G8 の場合は、バリアングル液晶なんで横に出さなきゃいけないんですよね。そのノーファインダーで撮るというか、ファインダーを使わないで撮る場合はね。これ邪魔ですよ。邪魔っていうよりも、よりでかい物体が近づいていくことになるとね、それは虫逃げますわ。で、しかもこれファインダーも動かないのでね。覗いて撮るならこう自分がかがんでというかね、でこっちのカメラに、こっちのセットに変えてからね、腰が痛くてね、まあ、カメラが若干重くなったっていうせいもあるんですけど、撮る姿勢がね、撮る姿勢の自由度が減ったおかげでね、腰痛いというか、こう厳しい。これもまあ、ピント位置を大体決めといて、絞り決めて、じわじわじわっとこうカメラを寄せていきながら連写って、手順はまあ変わらないんですけどね。で、これね、横に出るおかげで、こうほら、ハイアングルで撮る場合あるじゃないですか、ステージなんか。ハイアングルで撮る場合ね、横にこう液晶を出して、両手で持ち上げるでしょ？そうするとさ、後ろから見てる人の邪魔になるよね。チルトだったらそんな邪魔にならないんだけどさ、こうね。もう、まあ、バリアングルで、ね、ムカつくんで、だから、まあ、なんていうか、こう、ハイエンドなカメラにはね、バリアングルいらんだろうと思うね。まあ、YouTuber で自撮りをしたいという人とかは、まあ、ちょっと欲しいのかもしれないんですけどね。これ YouTube でそんなこといいのかって。YouTuber のせいでバリアングル流行ったんじゃねえかって、ちょっとね、そこかって、そこディスるなとかね。まあね、まあ、ソニーなんかはね、チルトですよね。バリアングルじゃなくてね、今話題の α7 とかね。あっちの方がいいですよね、やっぱね。はい、個人的にバリアングル に対して文句を言う動画でした。はい、明らけでした。今後ともよろしくお願いします。